ガイが来てくれたのか。で、カカシオ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいなか。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おしかし、たった一人で七に踏み込むと。七であろうが、そこに道があるな。どこまでも突き進む。それが、大事な一人のことだ。面白い。お前程度の対決使いなら、戦乱の時代に5万と言う。所詮、お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も石も全てぬるい。こいつ、俺の対決を受けても平然と。お前も気づいているのだろう。何をしている。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。もっと踊ってみせる。なるほど、少しは意地を見せたか。よし、よし、ドリッもう終わりか。ガイ、大丈夫です。リクか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする。さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。お前はもう見せてくれたからな。え、たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。
ガイ先生、認めてください。今こそ自分の人道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の人道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。ボス、証拠りもなく。守り抜くとき、第八指紋開。八指紋遁光の陣。面白い。全開時特有の恐れ状況。まるで悪魔の力を持っているのか。死ね。さしてくれ。だが、ただ朽ちて落ちるわけはない。それは、新たな若葉の養分となるのだ。そして、青葉が新たな春へとつながる。青春の最高潮。食い燃える時。いいな、お前。こちらの依頼だぞ。それともお前の命が尽きるのか。それにしてもお前の最後の戦いだ。その拳が震えなくなるのを十分に楽しむ。Let's go!
いいぞ、もっと踊れ。あれで気をつけ。耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。なんだ。それによくよく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も。貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻き、ナルト。